2022年北京オリンピックは、2022年2月4日から2月20日までの17日間、中華人民共和国の首都である、北京市及び隣接する河北省カルガン口市を会場として開催される予定のオリンピック冬季競技大会。一般的には、2008年夏の北京オリンピックと区別して、北京冬季オリンピックと呼称され、北京冬季五輪と略称される。 2015年にマレーシアのクアラルンプールで開かれた第128次 IOC 総会で開催都市が北京に決定した。これにより2018年ピョンチャンオリンピック、2020年東京オリンピックに続き3大会連続で東アジアでの開催となる。また2008年の夏季五リンでも開催都市となった北京はオリンピック史上初めて夏季。 冬季寮大会を開催する都市となり、アジアでは1972年札幌大会、1998年長野大会、2018年平昌大会に続いて4番目、同国では初めての冬季オリンピック開催地となる。危険一票あり、投票総数85、開催予定地、北京、北京市、ヤヌチャイム、遠京区、ジョンチョコ、 カルガン口市朝日区北京国家体育場会予読遠京区中国国際航空の北京冬季、五輪特別塗装機大会マスコットはジャイアントパンダのビンドゥンドゥン大会エンブレムは冬の字をイメージしたもので冬の夢と命名冬の夢は赤や青水色などの伸びやかな線でスキーやスケート選手の姿を表現しているまた躍動感のある書道の手法も取り入れ 奥深い東洋の文化と現代の融合という意味を込めている。2015年の時点で、アルペンスキー、ボブスレー、リュージュ及びスケルトンの会場は、松山国家級自然保護区内に設置される予定だった。ため、現地の遠京区政府は、北京市政府の同意を得て、会場を自然保護区の外に置かれるように保護区の指定範囲を調整した。 2019年新型コロナウイルス感染症の世界的流行により国際オリンピック委員会のクリストフ・デュビ、統括部長は無観客開催の可能性を示唆した。半年前に無観客で開催された東京オリンピックの期間中に北京オリンピック組織委員会は中国国内や海外の観客を受け入れるかどうかなどについてまだ表明しておらず。 感染のチケットも販売していなかったが、会場の建設は順調に進んでいると強調した。2021年3月17日、アメリカ合衆国のペロシカイン議長は超党派の議会公聴会で中国政府によるウイグル人や他の少数民族に対するジェノサイドを行った疑惑を持ち出し、米国や他国に外交的なボイコットを呼びかけた。同年七月十三日、 アメリカ合衆国上院の超党派議員はまた同じ理由で北京からの開催地変更を求める所管を国際オリンピック委員会のトーマスバッハ会長に送った。欧州でもイギリスの一部議員や人権団体も同じようなボイコットの主張を行っていた。これに対しオリンピック委員会側の関係者はオリンピックに対するボイコットが政治的目的を達成できず、 参加できなかったアスリートに害を及ぼすだけだと述べた。ありがとうございます。